はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。じゃあ、今回も独当シングルでやっていきましょう。ゴルバットの方育成してまいりました。ワンパクスリム系奇跡持ち、毒羽挑発トンボガエルということで、挑発の部分を一回吹き飛ばしにして、使ってみたんですけど、やはりね、挑発の方が欲しい場面が多かったので、挑発に変更して、今回使用したいと思います。一匹にね、何か抜かなきゃいけないリストラが決定したんですけど、この子はリストラ決定です。ドヒドイルちゃんでございます。同じ物流系として役割もあるし、やはりこの子がね、活躍するのはバシャームが登場するシーズン2以降だと思うので、またバンク解禁後、バシャームが暴れ出したら、この子にね、頼っていきたいなと思っています。今はカップ系が多いんで、どうしてもちょっと動きが鈍くなってしまうんでね、バシャームの登場、暴れ回る姿をね、想像しながら、鍛えといてください、ドヒデルちゃん。ということで、ゴルバットを入れ、ゲンガーの方、気合ボーラーゲンガー、引退しました。大谷翔平くん、現役引退でございます。鬼火に変更しました。正直、鬼火打つ場面が、鬼火じゃない、気合ボールを打つ場面が少なくて、鬼火の方が打つ場面圧倒的に多いんで、そっちの方ね、安定感が、増すと思うので、鬼火に変更してしましたという感じで、行きましょう。では、第1試合目の方始めていきたいと思います。はい、では第1試合目始めていきましょう。さあ、お相手の方が、電磁木炎竜とメタグロス、ギャラドツ、サーザン、マシ、ブームブームさんです。サザングロスか。はいはい、サザングロスね。これ、初手何かまそうか。気合玉欲しい。サザンドラに気合玉打ちて。やめよう。ペンちゃんが意外といけそう。いや、いけない。どうしよっか。グロスパイセン行くか。グロスパイセン、ベトベトン、ベティ行っちゃう？いや、違うな。やっぱりペンドラーかな、ここは。いや、もうゲンガー行きたいな。サザンドラが来た場合は、ベティン交代すればいいんだ。ベティ交代したから、ゲンガー、ベトベトン、うん。ゲンガー、ベトベトン、うん。ペンドラ？ゴルバット生きてー。ゴルバット生きてーなー。だが、しかしこれペンドラの役割だ。ということで、ゲンガー、ベティ、ペンドラ、この3匹でいきたいと思います。では、対戦よろしくお願いします。レートの方が異様に低いと思いますが、謎の外国人、謎の変態型外国人に4回連続当たり、見事、変態型のパッケモンたちにボコボコにされました。もう泣きたい。もう一瞬でね、泣えましたから、あれで。一瞬で泣えましたが、なんとかモチベを上げてやってまいりました。初手はゲンガーメタグロス対面。さあ、圧倒的出しがちなんで、シャドウボで一瞬で沈めていきましょう。シャドウボール。いやー、一気に下げられたね。オッケー、1500台。まあ、ここから1600狙っていこうかなっていうとこで、謎の外国人軍団に、ぶち当たり、ボコボコにされ、サザンドラが登場ということで、まあ、おそらくスカーフでしょ、サザンドラ交代ってことは。おそらくスカーフでアクハポンポンポコポコ打ってくるんで、そのポンポンポコポコをベティで受けて、ダストシュート打っていくってパターンでいきますか？サーザンドラの、素早さはあんまりないんですけど、まあ、おそらくスカーフでアクハポコポコ打ってくるんで、ベティ交代。ベティ交代が正解でしょう。で、裏にグロスもいるんで、グロスちゃんは、まあ、叩けばいっか。グロスちゃんは叩けばいっか。さあ、悪の波動打ってくる。ここでね、多分ダストシュートより叩いた方がいいと思うんですよね。叩きます。ここは相手の持ち物を落とすっていう意味と、交代先に負担をかけるっていう意味で、叩き落とすを選択が、素晴らしいとでしょう。おそらく交代しない竜の波動ってことは、打ち分けれるからスカーフではない。さあ、何持ちなのか一体わかりませんが、とりあえず叩いてみましょう。ポンポコポンと。さあ、何を持ってるのかな？さあ、突撃直帰。直帰か。へぇ、直帰も直帰サザンドラ。へぇ。まあ、ラストシュート打っていきますけど。
直帰サザンドラか。へぇ、流派じゃ落とせないよ。ベティちゃんの耐久力じゃ、落とせないよ。ダースシュート。ん？ベティ？ベティ？ベティ？まだ耐えるよね、ベティ。ベティまだ耐えるよね。まだ耐えて、ここでダースシュート当てるよね、ベティ。ベティ、オッケー。あそこで当ててたらな、バレパンも耐えてたからメタグロス倒せると思ったんだけどね。いやー、非常に残念だ。あなたには失望した、ベティさんよ。とりあえずサザンドラ突破してくれ。とりあえずサザンは突破してほしい。オッケー。オッケー、サザン突破して、とりあえずゲンガーは動きやすくなって、あとはメタグロスと何か。電磁木先輩。電磁木先輩。ホタルビとかゼット催眠してくる可能性あるんで、とりあえずここは叩いておきましょう。あ、じゃあゼット技だから叩いてみない。10万ボールと、メガネかな、スカーフかな？メガネか、あ、スカーフっぽいな、でも。なんとなくスカーフっぽいんで、ブーストかかっちゃったんで、ブーストかかっちゃったやべえ。ブーストかかったわ。ペンちゃん行きます、とりあえず。とりあえず、ペンちゃんの自信が一貫してるんで、ひたすら自信連打ってパターンですね。一発で落とせなければ、電磁木さんが無双してしまいます。だが、しかし、ね、ペンちゃんは、電磁木を一発で落とすことはできません。残念ながら。残念ながら一発で落とすことはできないんです。電磁木を落とせないんです、一発で。自信で。さあ、見ててください。中途半端に残るから。中途半端に残るから。あれ？キーショ？キーショ？違う。あれ？あの時倒せなかったんだけど。あの時 H に振ってたのか、もしかして。普通の電磁木では倒せるのか。へぇー。ためになったねー。ためになったよー。非常にためになった。H に振ってなかったら普通に耐えるのか。対戦ありがとうございました。では第2試合目いきまーす。はい、では第2試合目始めていきましょう。さあ、お相手はカップ海流ガルドマムハッサムギャラ。独統一が苦手なポケモン詰め合わせましたって詰め込みましたパーティーだな。無理なんだけどこれ。どうすんのこれ。どう対処すればいいのこれって。わかんねえんだけども。どうやったら勝てるのこのパーティーに。誰か教えて。どうやったらこのパーティーに勝てるの。初手何くんの。わかんねえ。何これ。ガルド初手。どうせ初手ガルドっしょ。で、ベティ行ったら、ギャラマンムーでボコボコンされるから。どうしよう。まだ熱い脂肪がいないからマンムーは炎技で消せるでしょ？で、カップ海流。あー、これエンニューとね、初手エンニューと、ギャラが来たら、ギャラが来たらどうしよう。ギャラが来たら竜の舞してくんのかな？竜の舞してきそうなんでペンドラを裏に入れておいてもいいかもしんないけど、このパーティーにペンドラ刺さってねえじゃねえかーってことで、ゴルバットとやつ入れて、で、なんだこれ何で、ベティがやっぱり、ベティがやっぱりベティ行きます。とりあえず、エンニューとゴルバット、ベトベトン、この3匹でいきたいと思います。では、対戦よろしくお願いしまーす。久々にこんな詰め合わせセット見たね。もう全部が辛くてきついわ。これね、二度夫婦がいたら全部解決するんだよね、実は。実はね、このパーティー二度夫婦で大体解決すんだよ。初手対面は OK。初手対面は OK なんだけど、あー、ボルチェンしてきそう。ボルチェンガルド？ボルチェンガルド、ボルチェンハッサムあると思います。ダイモン術は。ほら、あった。ほら、初手カップコケコのボルトチェンジ感は半端ないからね。かかってこいよ、ハッサム。かかってこいよ、ハッサムちゃんよ。マンムーか？残念でした。ダイモンジー。燃やし尽くしてやんよ。助けはやめてね。オッケー。
よし、素晴らしい読みが決まったところで、残りカップと、なんだ、ギャラかな？ギャラっぽいな、なんとなく。なんとなくギャラっぽいな。メガ進化枠は残ってると思うんで、ハッサムかギャラか。でもここでハッサムが出てこないってことは、マンムの出しやすいか、普通に考えて。ってなると、ハッサムの可能性もまだ残ってる。カップコケコは登場。残りがハッサムと何か。ハッサムか、そうだなぁ。ギャラがいんのか。エンニュートはおそらく残しておくことはもうハッサムがいない限り大丈夫なんですけど、ハッサムが絶対いるかもしん、いや、言ってもバレバンマンで落ちるからね。ここはもうヘドロウェーブでいっか。ボルチェン10万 ?10 万ボルト。で、ボルチェン10万ってことは、スカーフの可能性も高いと。このカプチコケコちゃん。スカーフの可能性高いね。まあ、ここでダストシュートを打ってもいいかな。いや、ちょっとなここ、はたいときたいよな。いや、ダストシュート打つわ。ギャラ、でなんとなくギャラっぽいけど。なんとなくギャラっぽい。いや、ここでダストシュートはダメな気がするんだよね。交代するよな、明らか。明らか交代するよね。ハッサムだよね。ギャラドス。どうする？ギャラはきつい。ギャラきついなぁ。どうするよ。ベティは残しておかないと負けちゃうんで。ここね、どうするかだよ。相手が竜舞を打ってくるか、それとも地震を打ってくるかで決まるんだよ。竜舞を打ってくるならば、これダストシュートレンダーで落とすのもありなんですけど、まあ竜舞を打つよね。竜舞、ご地震打つよね。コロバットいきます。この HP だと、迷わず突っ込んでくると思うんで、自信だと思うんで、ゴルバット交代で、正解なのかな。いや、正解でしょう。これが正解でしょう、おそらく。竜舞が非常に厳しい。やめてよ。竜舞しないよね、これ。こんなところ竜舞しないよね。しない、オッケー。オッケー、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 オッケー。で、これ以上詰ませないために、とりあえず挑発撃ちます。とりあえずこれ挑発撃つ。あ、ダメか。あ、交代されるか。いや、でも、竜舞打ってくるよね。さすがにここでコケコ交代とかいうことはしてこないよな。どうせこっち攻撃手段ないから竜舞積んで、大きでボコボコにしたろうっていう考えになってくると思うんで、打ってこないでしょ、さすがに。さすがに打ってこないよね、打ってこないで。怖いよ、やめて、ギャラズ。怖い、そんな顔で見つめないで、氷抜き場。ん？竜舞を持ってない？このギャラドス。竜舞を持ってない？どうしよう。コケコ交代来そう。コケコ交代来ると思うんで、トンボガエル打ちます。よし、オッケー。よし、これが強いっすわ。これ、ドヒドイルにはできない。これがドヒドイルにはできない行動なんですよ。ここでのトンボ返り。交換読み交換が怖くてできない君、トンボ返りを打てばね、攻撃しながら戻ることができる。いやー、なんて素晴らしい機能なんだ。よし。完全にユリタイム取った。で、これベトン。で、ダーストシュート、あのギャラドスだったらかなり厳しいっしょ。当たったら。相当厳しいと思うんで、ここでダーストシュート連打いきます。お相手ボルトチェンジっしょ、どうせ。どうせボルトチェンジっしょ。あ、ボルトチェンジすると思うから、あ、10万打ってきた。10万ボルトじゃ、ベトベトンは落とせない。決めろ、ベティ。素晴らしい。ここで当てるのはやっぱカリスマ的存在だな、やっぱり。やっぱあんたはカリスマ的存在のキャラクターだ、ベティさんよ。さあ、カップ突破、残り10点かな、10点ね。10点ない、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 10点ない。充電だ。さあ、第7世代、サンムーンでも、アローラ地方でも、充電器をぶっ刺していく。よし。危なかったぜ。さあ、ダッシュシュート打っていきます。地震かな？さすがに。竜の前を積んでくる。それは悠長の前でございます。だが、しかし、それをしないと、勝てない。それは分かっていますよ。さあ、ダッシュシュート。さすが、ベビー。さすがベティだ。しっかり当ててくれ。対戦ありがとうございました。
では第3試合目に行きたいと思います。はい、では第3試合目始めていきましょう。さあ、お相手はルカリオカップ国旗号ギャラガブガラガラパールシェンということで、物理が多いと、ガラガラがきついが、それ以外はロズレードで処理できそうなパティンか。これ初手ロズレード行きたいけど、そういう時に限ってルカリオガラガラ来るんだよね。どうしよっか。あ、でもスカパルの匂いもするのか。スカパルの匂いもしちゃう。あ、どうしよう。スカパルちゃんの匂いもするか。ゲンガー初手ね、やっぱゲンガー初手。ゴルバットは入れておきたいよな。ゴルバット。そして、いや、ゴルバット入れないか、これ。いや、これゴルバットいらないかもしんない。ゴルバットじゃないね。いや、でもゲンガー・ガブリアスの対面でゴルバット欲しい。そして、ラスト一匹。どうしよう。ここ悩む。ここペンちゃんがいいかもしんねえな。ベティよりペンちゃんかな。ペンちゃんいきます。ということで、ゲンガー、ゴルバット、ペンドラ、この3匹でいきたいと思います。では、対戦よろしくお願いします。なんか、ゲンガー、ゴルバット、ベトベトンの3匹と、ゲンガー、ゴルバット、ペンドラって、この組み合わせが素晴らしいんだよ、なんか。意外とハマってるんだよね。エンニュートとロズレード先輩にはちょっと申し訳ないですけど、この組み合わせがほんと、意外とハマってるんで、この組み合わせいきたいと思います。初手ゲンガー。さあ、お相手なんだ。ここで決まる。ガブリアス。やっぱガブ来るよね。で、ここで、スカガブか、それ以外のガブリアスかを確認するために、とりあえずゴルバット交代します。ここはね、誰がどうやっても必ず自信を打ってくるんで、初手から激凛ぶっ放すと、そんなことはなかなかないんで、絶対に自信を打ってくるからゴルバット交代。さあ、自信打ってくれね、OK。で、ここで、こだわってるかこだわってないかを確認するために、トンボ返りを打ちます。ここで交代してくれる、くれたら、あ、交代してこない。ってことはね、こだわってませんね。エッチこんなもんでーす。エッチなんて聞くわけねーんすわ。で、トンボ返りで、タスキを潰しながら、交代していきます。で、サメ肌でかなりダメージを食らいましたが、ゴルバットの役目はここまででしょう。とりあえず、スカーフじゃないことは分かったんで、ゲンガー交代でメザコールで落としていきます。この流れね。この流れ僕ハマってる。頭の中で考えて、あ、この流れいけんじゃねって思って、ね。試してます。非常にうまくいってます。さあ、ゲンガーのメザ氷読めるかな？さあ、お相手はゲンガーのメザ氷を読めるかな？さあ、それでも鬼火が怖いから交代っていう可能性もあるよね。ガラガラあたりに。ガラガラあたりに交代しそう。いや、ガラガラじゃダメか。S 遅いからシャドボでシュンってされるか。さあ、交代はしてコーナッシブルということで。まあ、ここでしっかりと目覚めるパー氷。あ、確定一発なんで。耐久に AD ガブリアスとかよくわかんないガブリアスじゃない限り、基本的に確定一発なんで、ガブリアスをこれ突破と。よし。よし、うまくいった。素晴らしい、この動き。この動き、素晴らしかった。さあ、これどうせギャラドスが登場してくる。これ。どうせギャラ。どうせここギャラドスなんで、ゴルバット交代し、トンボ返りを放ち、ペンドラでシュン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 ってしていきたいと思います。カップコケコ。コケコか。コケコか。どうしよう。コケコか。ここ弾じゃなかったら確定で耐えるんで、突っ込んでもいいかもしんないね。うん、突っ込もう。ここ弾、カップコケコとかスカーフじゃない限り、このメガゲンが確定で耐えるんで、10万ボルトぐらいだったら。弾はちょっと耐えないんですよね。耐え調整っていうなんかいろいろあるんで、あると思うんですけど、まあそこら辺は僕してないんで、挑発、何をしようと思ったのかな？まあいいし、ヘドロ爆弾。挑発はまあいいけど、ヘドロ爆弾でまあ落とす。よし、オッケー。カップ突破。道連れとかを嫌ったのかな？何か嫌ったんでしょ？挑発打ったってことは。で、ラストポケモン。さあ、ルカリオか。あ、ルカリオか。はははは、ルカリオか、ちょっと最後は。まあ、とりあえず、シャドウボウ打つよね。うん。ってことは、剣舞か。でも、剣舞してる暇ないっしょ。おそらく。おそらくルカリオ剣舞してる暇ないと思うんで、突っ込んでくると思うよね、普通に。普通に突っ込んでくるよね。さすがにね、ここまで食らっちゃったら自信。
さあ、これでメール、まあ、これ、ベンドラーを出して、地震で終わりってパターンですか？ OK。地震は大丈夫。いいよ。喧嘩お疲れさん。さあ、ラスト。ペンドラーでしっかり仕留めて、このパート終わりたいと思います。スカーフペンドラーなんで、圧倒的に素早さで、勝ってまーす。スカーフ持ってなかったら最速勝負だったら負けてんだっけ、ルカリオに。だがしかし、スカーフペンドラーを、ご存知ですか？スカーフペンドラーをお相手はご存知ですか？ご存知じゃなかったみたいですね。対戦ありがとうございました。で、今回この辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。